んにちは、器用貧乏社長です。今日は DIY 電動自転車キットの取り付けです。取り付けるのはバハング社の BBSSHD です。この電動自転車キット 1000W の高出力で、さらにスロットルがついているので焦がなくても走ります。したがって電動アシスト自転車として公道は走れません。そこで保安部品をつけて原動機付け自転車2種、つまり 125cc のバイクと同じピンクのナンバープレートを取得してあります。キットの内容に関しては前回の動画でパーツの紹介と動作確認をしていますので、そちらをご覧ください。それではキットを取り付けていきます。まず自転車のペダル周りのパーツを取り外していきます。チェーンカッターでチェーンを切って、フロントディレイラーを取り外します。クランクを外して、ボトムブラケットを外します。取り外し完了です。専用工具は必要でしたが、それほど難しい作業はありませんでした。いよいよキットの搭載です。まずモーターをつけていきます。ボトムブラケットハンガーにユニットのシャフト部分を挿入します。ユニットを固定するためのプレートです。突起のある方が自転車のフレームに当たるように取り付けます。ここで問題が、モーターのカバーとプレートが干渉してプレートがスムーズに入っていきません。強引に押し込んでなんとかはまったのですが、穴の位置がずれてしまい固定用のボルトがはまりません。干渉している部分を削ります。このプレート非常に硬くて、普通の金工用のヤスリでは全く削れませんでした。そこでダイヤモンドヤスリで地道に削ります。1ミリほど削って、削った部分を塗装しました。バッチリです。このキット結構良いお値段なのに、このクオリティはちょっとがっかりです。固定用の6ミリの六角ボルトもスムーズにはまるようになりました。さてプレートもうまくはまるようになったので、ユニットをフレームに固定します。33ミリのスチール製のナットです。このナット締め付ける方向が決まっています。刻印があるのですが薄くてよく見えません。白のペンで矢印を書いておきました。キットについてきた工具で締め付けます。締め付けトルクは50ニュートンメーターなのですが、トルクレンチではないので勘です。締め過ぎないように注意します。六角ボルトを締め込んでしっかり固定します。33ミリのアルミナットを取り付けます。締め付けトルクは25ニュートンメーターです。アルミなので締めすぎないように慎重に回します。チェーンホイールを取り付けます。5本の六角ボルトで固定します。クランクを取り付けます。右左があるので刻印を確認して取り付けます。
ペダルを取り付けます。チェーンを取り付けます。ミッシングリンクでチェーンをつなぎます。ミッシングリンクって今回使うまで知らなかったのですが、チェーンの取り付け取り外しがすごく簡単で感動しちゃいました。スピードセンサーを取り付けます。両面テープと結束バンドでフレームに固定します。センサーとスポークにつけた磁石との隙間を1から2ミリに調整します。モーターからのコネクタをセンサーに取り付けます。ディスプレイと制御スイッチをハンドルに取り付けます。ブレーキレバーとスロットルも取り付けます。スロットルは左手側です。自転車のリアの変速は右手側なので左手にスロットルをつけました。バイクとは逆なので多少は慣れが必要でしょう。あとは各コネクタを接続していくだけです。電動自転車キットの搭載完了です。バッテリーを接続して動かしてみます。動きました。問題なさそうです。負荷はかかっていない状態ですが、何キロぐらい出るのか確認してみます。出力モードは9段階に分かれています。良い感じです。モード9で70キロでした。人とバッテリーが乗った状態でも60キロは出そうです。
次はギアチェンジのテストです。オプションのシフトセンサーをつけたのでスロットルを緩めなくてもギアチェンジができるはずです。ギアを変えるとシフトセンサーが反応してインジケーターが赤く光ります。それと同時にモーターの動力が一瞬カットされます。感覚的には自動でクラッチを切ってる感じです。スロットルを緩めなくても思った以上にスムーズに変速ができます。電動自転車キットの取り付けは以上です。このままだと公道を走れませんので、次回はウインカーなどの保安部品を取り付けていきます。気に入ったらチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。